俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、話していきますのが、まあ、ちょっと、今日というか、まあ、今、12月29日のですね、深夜の1時なんですけれど、12時にですね、とあるデータ更新が来ました。ちょっとそれ早速見ていきましょう。こちらですね、イベントの方を開いて、まあ、もう出てますよね。新年の展望、幸福の贈り物っていうのが出てると思います。まあ、こちらが、前あったですね、大晦日8時から0時の間ですね、夜20時から24時の間に、まあ、コメントを打つと、まあ、アイテムがもらえるというものだったんですけれど、まあ、こちら普通のトランシーバーで送信すると今映っているようなダイヤとか銀貨とかですね、高級の勲章とかがもらえるみたいな感じになってます。高級だったらまあその勲章とか、あと福袋ですね、なんか専用ガチャみたいな、そういうのがもらえるみたいな風になってるんですよ。でそのもらえる物資はですね、まあ、1月1日を過ぎると開けれますよっていう風に、書かれているんですけれど、まあ、こちらに関してはまずですね、高級トランシーバーの分に関しては、まあ、持っているやつを、まあ、普通に、まあ、使い切ってですね、ハッシュタグ興味を含んだ発言をすることによってもらえますんで、それをしとけばいいかなというふうに思うんですけど、こちらのトランシーバーの方ですね、これ皆さん僕が見逃すわけがないでしょう。これ多分ね、高級勲章をね量産できますね。それかワンチャン20でしょう。20トランシーバーだったらダイヤ増殖できる可能性っていうのも、まあ、十分考えられますんで、まあ、これを使ってその8時から0時の間ダイヤ増殖すると、ということができると思います。まあ、プラスして自分が前から出してますね、中国サーバーでダイヤ増殖する方法、あれを絡めながらこれをすることによって、もうその20時から24時の間にもう半端ないぐらいそのいろいろアイテムを集めることができると、そういったプレイもできますんで、ここはちょっと楽しみですね。大晦日、大晦日はリセマラというわけでできそうな感じですわ。はい、まずこれが一つ目ですね。まあ普通にここのね、高級トランシーバーの内容とかも気になりますよね。どんな感じで何が来るのかっていうのも気になります。まあダイヤとトレーニング物資、栄光物資、勲章とガチャみたいな、その4つのうち一つなのかなみたいな感じみたいですね。で高確率で秘密の物資ゲットみたいな。高確率ってまあ何パーかわからんですからね。運営の言う高確率は僕らからしたら高確率じゃない可能性があるんでわからないですけれど、まあ、ここでまあいろいろ集めておくってのもいいかなというふうに思います。で二つ目ですね、こちら、花火の景色っていうのがありまして、花火をバトルで使うとですね、たまにそのまあ、ここの専用のまた違うパックみたいな福袋みたいなのがもらえますっていうふうになってるんですよ。でここで花火と福袋勲章をゲットしてニセマラするという方法ですね。それができると思います。まあ、花火がですねまだ売ってないんで、まあ、ダイヤか銀から購入できればこちらでもリセマラできそうですよね。まあ、僕まあこれとまあさっきの大晦日のやつですね、まあ、2つ使って、まあ、大晦日まあ7時か8時ぐらいからライブ始めていろいろ検証していこうかなと。年越しは僕の検証で決まりですよ。どういうことかわからんすけど。まあ、年越しリセマラはできそうですね、これで。はい。まあ、普通に2つのね、福袋とガチャの中身ってのも気になりますし、そこら辺もいろいろ回していけながら検証しようかなと思ってます。はい。で、以上ですね。二つの要素っていうのが、まあ、新しくですね、データ更新として来ております。まあ、どういう風になるかわからんですけれど、まあ、今のうちに、どちらしろね、ダイヤとか銀貨を集めておくっていうのはいいと思います。まあ、エヴァンゲリオンとかのコラボも来ますし、今そのダイヤとか銀貨を使うっていうのは、まあ、ナンセンスなのかなと。まあ、ここに備えて、まあ、いろいろ集めておくっていうのは、しておいた方が良さそうですね。まあ、年末年始、ね、大晦日から正月にかけて、ちょっと課金部分というのが、かなりちょっと大きくなってしまってはいますけれど、まあ、仕方ないですよね。お年玉があるんで、皆さん。僕はないですけれど、僕はお年玉を渡す側ですけど、皆さんにはありますんで、まあ、せいぜいそのお年玉を散らして頑張ってみることをお勧めしますね。僕は無料で、リセマラします。はい。そんな感じなんで、はい。で、ここでね、高級トランシーバーを使うと、ここは専用のガチャが手に入るっていう風になっていると思います。まあ、今までもそうなんですけど、今後もこういうね、キャンペーンっていうのはもしかしたら来るかもしれないです。来るかもしれませんので、皆さん、ガチャとかでゲットした、まあ、高級トランシーバーとか、通常トランシーバー、使わずに取っておくっていうのも手かもしれませんね。まあ、そういう風にしておくことで、こうやってイベントがあった時に、またその利用することができるっていうのも考えられます。あとは、前出しましたダイヤ増殖の方もね、概要欄、リンク貼っておきますけど、まあ、それを使いながら回すっていうこともできますんで頑張りましょうや。僕もいろいろ検証してね、大晦日の間ライブの方でもやっていきますし、ライブでやった内容とかも後日まとめていろいろ動画にすると思いますんで、よかったらそちらの方ね確認して見ていただけると嬉しいです。ニセマラで出たアイテムに関しては僕興味ないんでといった感じなんで、はい、そんな感じです。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok 見るでもそちらの2つの方もやっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。最近 LINE でですね、動画の通知や最新情報の方をお届けしております。そちらもよかったら登録してください。あとサブチャンネルの方でもぼちぼち動画上げておりますので、そちらもですね見て登録してくれると嬉しいです。そんな感じです。それでは。